はい、皆さんどうも、シモンです。僕は今、中国の北京の近くにあるアランヤっていう場所に来てます。実はこのアランヤって場所は僕2回目で、前回は去年の10月に来ました。前回もね、この同じイベントに呼んでもらって大会に出たんですけど、今回もね、それのもっと大きい規模のバージョンやるということで、来ました。このアランヤって場所は北京から、バスで約4時間ぐらい。あんまり喋るやんこいつ。東京から北京は飛行機で意外と3時間ぐらいで着くんですけど、このアランヤっていう場所はそこからバスでなんと5時間ぐらいかかるんで、距離自体は近いんですけどすごく遠い場所です。日本からはみんなで合流して一緒にバスに乗って行きました。あっぷる、これよ、ほんまのこれグミ。いや、マジこれブルーうまっ。で、今回は、5日間ぐらいここに滞在するんで、その様子をね、動画で撮っていこうと思います。ここの場所はね、不思議で、超田舎にあるんですけど、こう砂漠を走ってるといきなりこうね、フェンスがあって、その中は超リゾートみたいな感じの場所で、すごいお金持ちとかが、休日に遊びに来るような場所らしいです。なんか若者を集めるためにスケボーイベントとかいろんなイベントをやってるそうです。はい、これがね、スケボー大会の会場です。でね、こっちにもボールがあって、その奥にもちょっとここから見にくいんですけど、ストリートスポットっぽいパークがあります。パークの周りにはね、いきなりこういう感じでスポットがあったりして、どこでも基本ね、自由に滑っていいんで、もうスケボーパラダイスっていう感じになってます。うん、すごい。ロドリゴ・ピーターソンっていうレジェンドと滑ってます。今ね、ナイキのね、ロゴをね、ロゴを出してるらしいです。ちょっとコーヒー飲みに行きます。あ、is this one? Yes. Thank you.このパーク、2日前に完成したばっかなんで、まだね、全然こんな感じで作ってるところは多いんですけど、基本的にはもうめちゃくちゃ調子いい感じです。なんか中国のスケーター、あんまりメディアとかでは見ないんですけど、ちょくちょくね、やばいスケーターがいます。この大会にはね、中国人100何名参加するんですけど、それ以外にね、日本人とかインドネシアとかマレーシアとか韓国とかいろんな国から集まって、一応ね、アジアの国際大会っていう感じになってます。あバリボケたわ。おい、無理だ無理だ、お前優勝だ。
おお、これはもう優勝ですね。あいつ優勝じゃないか。ベビータッピベビータッピこれ絶対うまいっしょ。あ、正解うまいわ。あ、こう来たか。スーパーのようにでかい。なんかどんな技やるんでしょうか。どんな技やるか楽しみですね。これで決めたかった。おお。来た。ショート。からの。ダメだ。Two hours later。でね。いや、めっちゃ嬉しいわ。尖叫声了吗？哎呀，我相信应该不会让你们等太久。
Alright, quick photo in right here. The breeze is coming. Oh, he broke his. Did it break his?